はい、よろしくお願いします。辻さんのこの間講演会に参加された方から、おお、ありがとうございます。はい、本当に素晴らしい講演でしたと。はい、ビッグサイトね。はい、はい、ビッグサイトで聞かせていただいたんですけれども、その時すごい話を聞きながら、うん、本当にスッと心に入ってくるなって、聞きやすいなと思ったんですけど、その話し方というか、うん、本当にいろんな人がいる中で、うん、あれだけこう伝えられる言葉を話しているっていうことで、辻さんは何かそういうふうに気をつけていることとか、伝えるときに考えていることってあるんですか、うん、っていうことで、質問が来ています。まあ、これってすごい深いねんけど、まあ、いつも言ってる通り俺はアドリブで喋るから基本的に台本なし、もうあの場に立ってあの場の雰囲気を感じて自分の思ったことをまっすぐに伝える、嘘なしで伝えるっていうのがやっぱ俺の、やり方っていうか、俺の伝え方やと思ってて、ただ、まあ、一つだけ、もちろん間の取り方であったりとか笑顔のタイミングであったりだとか、喋るトーンであったり声のトーンであったりっていうのはすごい意識してることはもちろん細かく言うとあるんやけど、一番、気をつけてるってことというか、相手にこう伝えるときに一番自分が意識してることっていうのはやっぱり目線を下げないこと、うん、よく言うんやけど、そんな難しいこと言っても分かんないっすよみたいなことを言われるんだけど、でも目線を下げると伝わらないから、目線を下げるんじゃなくて例えを変えるっていうのを意識してて、目線を下げたらさあかんやん、絶対伝わらへんから、目線はそのまま、でも例え方を変えるみたいな。例えば小学生に対しても目線下げるんじゃなくて、小学生が分かりやすい例えで例えてあげる。例えば野球であったりだとかサッカーとか、小学生でも知ってるようなもので例える。でそれが女性であれば、例えば恋愛してる時の女性の気持ちみたいなので伝えたりだとか、ボクシングしてる人だったらボクシングで例えたりだとか、だからその人によって例えを変えてる、うん、だから講演会来てくれた時もあの場に立ってこう客層をまず見るわけよ。で雰囲気見て、ちょっと喋り出して自己紹介とかしだして反応を見て、あ、この人たちって今日レベルの高い人たち集まってるわって思うのか、今日結構若い人たちでまだビジネスの便も分かってない人たちが来てるなっていうのを分かるわけや、見たら。それに対して例え方を決める。だから目線を下げて喋るんじゃなくて、本当に例えを変えて喋ってる。いろんな例えを出す。だから一つの例えで喋るんじゃなくて、いろんな例え、例えばじゃあビジネスで言うとねとか、例えばじゃあ恋愛で言うととか、例えばじゃあスポーツで言うとっていう、いくつかを言ってる内容はそのままなんだけど、例えを変えてるから目線を下げてるように見えるけど、実際言ってることは変わってないっていうか、そこはすごい意識してて、やっぱそれを意識しないと、例えばじゃあ野球分からん人に野球で例えても分からんと思うし、恋愛したことにしたことない人に対して恋愛で例えても分からんと思うし、ボクシングしたことないのにボクシングで例えるとダメやと思うねんな。だからいろんな例えをするっていうことが俺は一番大事なのかなって。だから結局俺って伝える内容がすごいとか響くとかじゃなくて、表現力がうまいな。もうこれ自分のこと分析してるし、俺誰よりも自分のこと理解してると思うから言うけど、でもそれもつなげると、表現力って何でつくと思う？経験やねん結局。だって経験せえへんかったら表現できへんやん。野球やってたから野球で例えるやん、恋愛してきたから恋愛で例えるやん、ボクシングしたからボクシングで例えるやん。これ何もしてなくてみ例えられへんねん。だから俺は経験が大事っていうね、いつも、うん、まずやってみなさいと。最近ピアノもやってるよ、うん、ちょっとピアノで例えれるようになってきたもん。だからそういう風に気になったこととか、自分がたとえ気になってないことでも一回トライしてみる、やってみる。でやったらそれが表現に変わって、その表現っていうのはたくさんの人に伝わることになるから、分かりやすく伝わることになるから、ああ分かるみたいな、辻さん僕ボクシングも野球もあの恋愛もしてないんですって、でもピアノしてたんですよ、ピアノで例えたらやん。そうやろ、うん、だからそういった風にやっぱり人に伝えるには、結論何が言いたいかって、知識より知恵ってことです。要は勉強よりも経験です、うん、インプットよりもアウトプットです。じゃないと何も成長しないし、俺も何も意味がないと思うから、俺がいつも意識してるのはそこかな。目線を下げるのではなくて、例え方をバリエーションつける。じゃあ人って入ってきやすいから、俺もおんねん、たまに俺も講演会行くやんか、経営者の。ええこと言ってる経営者めっちゃおんねんで、ね。でもいつも思うことがあんねん。この人表現力下手やなって。わかるで。でもこれ若い子じゃわからんよと思いながら聞いてるもん。うん、その例え方じゃわからんよって。横文字並べたらええんちゃうでって。もっとわかりやすく言ってあげないのって思ってる。だから俺はそこは表現力が上手やと思う。何かに例えて話すのが上手やと思う。でも基本的に話上手い人とか、面白い芸人さんもそうやけど、何かに例えて笑かすのが上手やと思うで。そういう人っていうのは、喋り上手いわ。人に伝えるのが上手いわ。
やっぱ難しい言葉だけ横文字だけで並べても面白ないやん。分かれへんやん。分からんもん、俺そんな言われても。うん、何それってなるもん。分かりやすくやっぱ説明しないと相手には伝わらないのかなと。だからといって目線を下げる必要はないのかなと。伝える内容を変えたら意味がなくなると思うし、やっぱり、表現力かなって。で、じゃあその表現力は何なのって言われると、やっぱり経験とか体験からしか伝えることができないのかなって思うから、だから全てを点で見るのはやめた方がいいよ。出来事、まあ失敗もあれば成功もある、まあ、挑戦もあれば、またそれがバカにされることもある。でも全てをこれを点で見るんじゃなくて、全てを線で見ると話は必ずつながるから。話をつながるんじゃなくてつなげんねん。コナンとかもそうやん。なんか名探偵コナンって俺好きなんやけど、コナンもそうやろ。この人が犯人やったんやみたいな。でも今思えば確かにあの時あの発言してたってつながるやん。こういう線につなげることが大事だと思うから、まあこれはちょっと難しいけど、うん、そういうのを俺は点で見るんじゃなくて線で物事を捉えるようにはしてるかな。それがやっぱ言葉表現力になってるかなと思います。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。以上です。ありがとうございました。これを分かってない人たちは今後必ず時代は大きく変わってるんで勝てない。